まあ、次のコースね、お腹痛くなったりね、下痢したりする、吐いたりもするんですけど、まあ、いいうんちでいてくれるから、少しずつ。何人の方増やすってことね、そういうことです。一度言いましたんで、もう総量は無理でしょ、今の現状。だからその総量、お腹パンパンになってるんで、その総量で、あの、ID の割合をどんどん増やしてて、ただうんちの状態をよく見とってください。それからここはね、ただれてましたけど、テープの下は大丈夫だったんですよ。あ、そうなんですか。そう、だからテープの上のところなんですよ、出ちゃってるところなんですよね。そうそう、そうなんですよ。だからそこが気になるから、こう擦ったりして、はい、でそこからバイキンが入っちゃってるんじゃないかなと思います。で、まぁ、あ、ちょっと血液も取らさせてもらってね、まぁ、あ、ちょっと送ったんでまだ結果はないんですけど、それでも貧血のね、赤血球が少ない。まだこの前が1点で、この前に来たことがこれか。この間の赤血球数が451、増えてないよね。まあほぼ一緒ぐらいです。まだ440、前回が451、まあ、前が451ね。で、あとこの溶石が 29.9、 前がこれはちょっとだけ上がってるんだ。前が 28.7。 まあまだ横ばいなの。だからもうこれ以上痩せないからさ、内容をちょっとカロリー高いのに置き換えていく。ただしうんちだけね、まあ緩くなるようだったら、ちょっとそこでどんどん置き換えていっちゃうと睡眠を起こしちゃう可能性があるので、そこだけ注意が必要なんですよね。だからまあ白血球数はまあ一応数的には正常範囲かな。内訳も、まあ、リンパ球が1000超えてるから、やっぱこれがでもちょっと多いかな。ちょっと確保して慢性炎症当然多くなりますよね。血小板は多いです。まあこれは多くていいです。まだ多い方がいいです。だから若い赤血球は、あ、2プラス、ごめんなさい、出てます。だから若い赤血球、大きくて青く染まるのは普通よりも多く出てるから、体は貧血に対応しようとはしてるんだけど、多分栄養が足りてないんですよね、だと思います。それからあとおしっこね、おしっこを透明黄色で正常で、比重はまあ低いんですけど、まあ、点滴終わってからなんでね。で pH が若干低いんです。まあ、正常が7が正常だから、やや酸性。タンパクは1プラスまでが正常だから、まあ正常です。でブドウ糖は普通出ちゃダメだけど、まあ、点滴にブドウ糖入ってるんで、まあそれで出るのは問題ない。ケトン、ビルビン、鮮血出てないから正常です。で顕微鏡で見るやつですね、尿小さの顕微鏡検査証明、白血球、赤血球出てないから正常です。で細胞400倍の倍率でね、20試合に1個ぐらい出るのが正常だから、5試合に1個だからちょっと多いです。結晶と細菌は出てません。尿塩値は出ないのはいいんだけど、1試合に3個ぐらいから5試合に1個ぐらい出てます。これはちょっと腎機能が悪くなったりすると出ると言われてます。で、まあ、あと UPC、尿タンパクが最初の頃に1回しか調べてないんですけど、ちょっと正常度が高かったんで、それはちょっと調べてますので、まだ今は結果出ませんけどね。また出次第お話しします。でまあ、今日は一応だから貼りましたんで、結構上の方ですが、あそこの見えるところ、そこに貼ってる。でこ下はまあまあ落ち着いてましたね。でこのテープが本当貼られてるところね、まあまあだよね。だこの境目からこうずるってずり出してからかもしれないね。なんかその貼ってるところからちょっとウニみたいなのがちょこちょこ出てたのに、それを拭いてたんですけど、でずれたのかな。それでだんだん出てくる。どうしてもね、ここまでくっついてないからね、どうしてもずれてくるね。またテープ貼るとまたずれやすくなる可能性があるから、今回って結構長かったじゃないですか。ね、23から2月3日だから、23からってことは、何10日ぐらい ?1 週間、1、2、3、そうだね、11日ぐらい、ですよね。なるべくあのこれぐらい、それ長きゃ長い方がいいんですけど、でも匂ってきたんではちょっと良くないんでね、はい。だからじゃあ食事の方はそういうことで、
じゃあ今日はどのぐらいの量、今日はでもちょっと少なめですね。またちょっと90くらい。そうそう、今日はそれぐらい。ID 20ぐらい。いつも20、ID が21なんですね。で、ID は、まあ、ID20 で、じゃあ、ID20 でバイオムが、60、90、70か。で、90ですもんね。それで。で、明日からは、どんな感じ？今が21やつなんだよね。はい、まあ、ちょっと141、140と考えていきますか。はい、そうすると、じゃあ110にして、バイオムを30にしますか。それで30、せっかくだ31にしようか。はい、うん、端数が。で、これでまあ110の31で、バイオム110で、ID が31で、2日ぐらいやって、便の状態良ければまた、バイオムも10減らしていってください、2日単位で。はい、そうすると100になって、こっちが41になるかな。はい、うん、そんで、うんちが大丈夫だったら、また10減らして、ID の方を10増やしてと。総量で増やせるなら 1g でも 2g でも増やすときは ID で増やしてください、はい、うん、そうなんです。パンパンかもしれないけどそうなんですよ、はい、だから多分まだ低いんだよね、貧血してるしさ。でも体重が増えたのはとってもいいことですけどね、はい、うん、12.8 が13、それが 13.2 だからね、はい、はい、じゃあします。あ、一回健康チェックをね。どこにあるんだ。あ、これそれ書いてなかった。忘れてた。ごめんなさい。これまで通過。また。アニコムに入ってらっしゃるんですよね。はい、あ、また。そんなに急がないので、通ってる間は。はい、でも一回リラックスした方がいいですよね。でそうですね。今度までには帰ります。はい。はい。な、高島君、健、あ、これか、健康チェック。これが入っちゃってるのかな。あ、それですね。そうか、これが入ってるから、まあ、これで。マイク取らないと。はい、じゃあこちらです。ごめんなさい。はい、すいません。これが入ってた。ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。